気分のいいもんじゃないですね。我々が守るべきものは秩序だ。だから面倒な事件は闇へ葬る。それがゼロ化だ。はい。たぬきうどんって言わなかったっけ？ザルって言いましたよ。言わないよ。それは昨日だよ。あ、これ。例の連続強盗殺人犯な。せっかく逮捕したのに護送中に逃げられた。一家に引き渡せばいいんですね。うん。釣りやってるよ。ああ、刑事でも社内恋愛ありなの？そんなんじゃないわよ。ひき逃げだぜ。おい、ところはどうなんでしょうか？本来ならばドルは金利を上げ円は金利を来たから。荷物運んだらさ、休憩入れると思うんだけどさ。また来るわ。そう。一応デカらしいじゃないか。好きのない子。自殺だ。自殺ですか？うん。鑑識と司法解剖の結果だ。まあ状況的に見ても事故他殺の可能性は薄い、そう判断された。それだけで自殺と？遺書があったんだよ。遺書？どこに？あ、エンジンや変速機といったさあ、本部に関しては政府が認可した工場でないとその修理や交換ができないってものですね。そうです。しかしこれは車が先端技術であった時代にできた制度なんです。私は小笠原由美よ。